はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の9月2日の月曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで、2024年令和6年も8月が終わって、今日から、まあ、9月の2日ですけれども月曜日なので、今日から本格的に2024年の9月が始まったということになります。で、昨日9月1日はですね、来週9月の7日8日に行われるこの地元町会のおみこしのですね、組み立て、事前の組み立てがあったのでお手伝いをしてきて、なんとか雨の影響も最小限で、組み立て終わることができて、あとは来週のですね、まあ、7日8日の当日、天候に恵まれることを願うばかりというところです。で、今日ですね、自分なりに学びたい四字熟語については、ライジンの、まあ、先週にも触れたライジンの、というですね、格闘技のイベントのドーピング疑惑問題で、今日選手が記者会見を行うということに学ぶ利害得失という四字熟語を学びたいなと思っています。で、この利害得失という言葉の意味合いについては、利益と損害とかですね、得ることと失うことということで、まあ、利益と損害、そして得ることと失うことという字を取って利害損失となっていますけれども、利害という熟語も、それから得失という熟語も損得を意味する同類語であって、で、この2つの熟語を重ねることによって、この損得とかですね、得ることと失うことみたいな意味を強調するような立て付けの四字熟語となっています。で、今日ですね、その記者会見を行う選手がどのような発言をされるのかということに関して、やはり格闘技関係者、それからもちろん格闘技ファンを含めて多くの方が大変な関心を寄せているようです。で、まあ、個人的にですね、どういうような展開になっていくのかということは全く予想もできませんけれども、ただそういう良し悪しとか、このどういう発言をするかということとはまた別に、この利害得失という言葉について思いついたのはですね、やはりここまで来る流れを見ていると、本当にみんなそれぞれがですね、損得とか、まあ、利害とかですね、得ることを失うことを考えて立ち回っているところがすごく鼻につくなという気がしたので、まあ、こういう今日のところにおいてはですね、この利害得失という四字熟語になったわけですけれども、まあ、本当にこのドーピングと言われるようなですね、まあ、禁止されているのかグレー的な薬物なのか分かりませんけれども、使った選手ももちろん使った選手、まあ、使ったかどうかはまだ分かりませんけれども、使ったというふうに噂されている選手がいてですね、そしてそれをまあ、動画とか SNS などで話題にして、まあ、この人のですね、注目を浴びようとする、まあ、その人がいて、で、そしてそれに対してまたですね、小出しに情報を提供したり、それからそういうまた方々に対してネタを提供したりですね、まあ、そういう方もいて、で、そしてやはりこのドーピングをしたと言われる選手に、まあ、薬物をですね、まあ、この提供したというか、ドーピングと言われるような、まあ、薬なのか、まあ、サプリメントなのか分かりませんけれども、それをですね、まあ、準備したというか、提供したというような方も現れてきて、本当にみんなそれぞれが自分のことしか考えていないというか、で、まあ、この提供したとされる人がいるのであれば、まあ、もう当然ながら最初から提供しなければよかったわけですし、提供本当にしたのであれば、もうこの選手に対してですね、まあ、手助けをしたわけですから、まあ、最後の最後まで黙っていればいいものを、両親の呵責に苛まれてというようなことを言いながらも、カミングアウトするようなことをしてしまったりということで、混乱が混乱を呼んでさらに拍車がかかっているというようなことで、まあ、そこの裏側に透けて見えるのは、みんな利害得失で、どういうふうに立ち回ったら自分が得するのかということばかりを考えている人たちがですね、混乱を本当に大きくしてしまっているのではないかなという気がしました。
まあ、だからこそですね、先週もちょっと触れたし、まあ今の段階では本当に何もわからない、と言えば、まあそれまでですけれども、このですね、ドーピングをしたと言われる選手と戦って、まあ本当に死闘を繰り広げた選手ですとか、まあそういう大会、イベントを企画してですね、舞台を用意した主催者の方々などはですね、当然ながら選手がそのようなことをすると思っているわけじゃ、まあ相手選手、それから当然ながらオファーをした選手がそのようなことをするということを思っているわけではないですし、まさかそこまでですね、厳しいような何か検査をしなければいけないというふうにも思ってなかったでしょうし、そしてですね、まあそういうここに来てそういう大きなイベントで日本中が注目を集めたこのイベントとか試合がですね、に、汚点がついてしまうような、そんなことになってしまうということは、つゆ、知らずだったはずだと思いますから、まあ、そういう方々が本当に一番気の毒だなと思ったりもしますし、なんでこういうふうになってしまってるんだろうということで、仮に今日行われる記者会見でどんな弁明が行われたにせよですね、もうここまで話が、まあ、こう、なんて言うんでしょうね、あまり良くない話が展開されてしまっている以上、自分は正しいとか、間違ってない、禁止されたものを使っているわけではないというような、まあ、言い訳めいたことを言ったところで、もうこのですね、噂巻き上がっている、この炎みたいなものが鎮火されるわけではないし、場合によってはまたそれがさらに、大きくなってしまう可能性もあるかもしれないわけで、もうこれ以上ですね、このせっかく男が2人ですね、命を懸けて戦った試合に傷がつくことがないように、まあ、そんな展開に少しでもなっていってくれることがあればいいなというふうに思ったりしますが、やはりそこに大切なのは自分自身だけとかですね、の利害とか得失だけを考えるのではなくて、もっともっと俯瞰して相手、主催者、それからファン、そういった方々に対してどのようなですね、自分がきちんと対応することによって、まあ多くの方の利益にかなうというかですね、多くの方々からも理解をしてもらえるような、まあ、そんな流れに持っていくためにはどうしたらいいのかなということを考えてもらえたらいいと思いますし、この SNS で立ち回ってる人たちとかですね、薬物というかサプリメントというかを提供したと言われるような人たちも、もうここに来てですね、そんなことで注目を集めて何の得になるのかというふうにもう思ったりもしますけれども、今の時代は SNS を通じてアテンションエコノミーというかですね、注目を集めることによってある程度、まあ広告効果があったりというようなことも含めて、それがお金につながる場合もあるということがですね、まあ、これは SNS の功罪というか、良くも悪くもそういう面があるようなので、どういう手を使ってでも人の注目を集めたい、人のですね、人にクリックしてもらいたいというようなケースがあるということですから、立ちが悪いなと思ったりもしますので、まあ、そういう意味でですね、今日選手がどのような発言をされるかということについて、もしまた何か自分なりに思うところがあれば、それに伴う四字熟語が見つかるようであれば、また明日以降取り上げることもあるかもしれませんし、まあ、あまりですね、関心がなかったり、もうこれ以上ですね、そういう今過去に行われた試合に対して、まあそれを評価を下げるようなことになるということであれば取り上げられないかもしれないし、まあそれも、まあ時間があった時にですね、今日の会見の様子だけでも見ながら、自分なりに思うところがあれば考えてみたいなというふうにも思ったりもしている中で、今日のところはですね、ライジンドーピング疑惑問題で、今日選手が記者会見に学ぶ利害得失という四字熟語を学びました。ということで、今日は月曜日の日本経済新聞の朝刊ということになるので、昨日の日経平均株価の終値というような情報はお休みとなっていますから、早速音読の題材に入っていきますけれども、今日ですね、割と興味を引くような記事が2つ見つかったので、そちらを音読してみたいと思いますけれども、1つ目の音読の記事、したい記事についてはタイトルがダイソー磨く円安の逆境ということでですね、ダイソーが米国、アメリカにですね、進出をして、そこで先天体制ということで、コスト削減などを徹底して潰れる危機感を競争力につなげているというような記事をまとめてくださっているので、こちらをですね、まず一つ目の音読の題材としていきたいと思います。ダイソー磨く円安の逆境、米国で先天体制、コスト削減徹底、潰れる危機感を競争力に。
2024年大谷翔平選手が活躍するロサンゼルスドジャースのスポンサーにダイソーがついた。球場のバックネット下に掲げられたダイソーロゴが何度もテレビに映り込む。今は投資する時期、知ってもらうことを優先しているとダイソーのグローバル運営部運営本部長の鈴木拓取締役は米国事業をこう説明する。2005年に米国に進出をして大半を 1.75 ドル、約250円で販売しているが、100店舗余りの店舗網では物流コストなどが合わないとみられる。まだ収益は苦しいのですかという記者の質問に対し、鈴木氏はうなずく。広島発のダイソーは国内中心に店舗数を拡大させてきたが、グローバル企業に脱皮しようと目線は高い。海外売上高比率を現状の1割から2031年2月期までに3割に高める野望を掲げる。矢野誠二社長は、100円ショップで国内のシェアは6割を超える。人口も減る中で外を向いていくしかないと話す。ダイソーの国内店舗の増加は2024年2月期約30店舗にとどまった。国内3800店舗を展開し、ここ数年は増加ペースが落ちている。価格帯の異なる新業態店などで国内テコ入れをするが、それだけでは成長余力は乏しい。そこで力を入れるのが海外となる。米国には特にこだわる。矢野社長は、米国は成功する要素が多いと見る。市場が大きいだけではなく、収益確保に苦しみながらも消費者からの引き合いに手応えを感じるためだ。米国にはダラーショップと呼ばれる1ドル超で商品を販売する雑貨店が存在する。ダラーゼネラルとダラーツリーの大手2社はそれぞれ米国内で1万店舗以上を展開する。それでもダイソーの日本語が書かれた商品や小ぶりのアイディア商品、日本のキャラクターが印字された商品が好評を得ている。クール、かわいい。ダイソーが米国で実施したイメージ調査ではこうした言葉が上がった。キッチン用品も意外な売れ筋となっている。米国ではほぼ全ての商品が日本で売っているものと同じで、体格の大きい米国人にとって日本仕様のまな板や食器などのキッチン用品は小ぶりにも思える。ただ機能性や取り回しに優れ、最下できているといい、商品群を充実させている。食品を呼び水に誘客力を高める施策にも力を入れる。日本食を求めて多くの客が日常的に来店するため、日本と比べて食品の引き合いが強い。米国で販路を作りあぐねている日本の食品メーカーに対して、一緒に米国に攻めようと仲間を募る。食品各社が集まる見本市にも積極的に出店する。円安の逆風も追い風につなげる。潰れるかと思ったと矢野社長は急激に円安に触れた2022年を振り返る。ダイソーの店舗は8割が国内である一方、取り扱う商品の7割は海外生産で、円安が経営を直撃した。 CBM をもっと減らせないか。ダイソーの社員の間で最近この言葉が飛び交う。 CBM とはキュービックメーターの略で、商品の積載容積を表す。円安の逆風化ゆえ、 CBS を減らし、効率輸送で物流コストを一銭でも低減する意識が高まった。台所で使うお玉セットはパッケージ面積を8割減らし、積載効率も5割改善。クッションは真空パックで容積を減らしたほか、リングファイルでは畳んだ状態ではなく、広げて梱包することで積載数を高めた。矢野社長は、円安がなければここまでできていなかった、円安があって強くなったと吐露する。粗利益率改善のため一部商品では減量にも踏み切った。雑巾を絞るような努力を続ける。米国で培ったノウハウを他の地域でも武器にする。インドは将来的に200店体制を整えるべく出店構成をかける。矢野社長は連日心にある言葉を思い出している。恵まれない幸せ。ダイソー産業創業者で2月に亡くなった矢野博武前社長が繰り返し語っていた言葉だ。博武氏は
若い時代に借金を背負い広島から東京に夜逃げ、転職を繰り返し苦労した先に100円ショップを発明し、小売業の一大ブランドを育て上げた。息子の矢野誠二社長にも苦労を乗り越えた先にこそ幸せがあると口癖のように語っていた。誠二氏の2018年の社長就任以来進めてきた上場計画は7号目まで来ている。米国やインドなど巨大な海外市場を攻略し、持続的な成長を目指す。ということで、ダイソーがここまで伸びてきているということとですね、冒頭にあったように、ドジャースタジアムに、飾られたというかですね、掲げられたダイソーのロゴ、ちょっと私自身は大谷翔平選手の動画などあまり見ないので、この映り込んでいるところというのはあまり見たことありませんけれども、海外の方のですね、報告などを見たりする時があると、ダイソーがかなり人気だというようなことを話を聞いたりすることもあるし、個人的にもですね、もちろん国内でのダイソーで買い物する機会もたくさんあって、それが今やですね、アメリカもしくはインドなどにどんどん進出をしているということで、そこには創意工夫とかですね、越えなければいけない壁を一つずつ丁寧に越えている様子などがこういった記事から伝わってきましたので、なかなか自分たちのような小さな仕事で取り入れられるような、直接ですね取り入れられるようなことということは、あまりこの記事からとかですね、あるわけではない中でも、そういったマインドとかですね、ヒントというものをこういう中から感じて、そして自分なりの仕事、普通の自分たちの生活に落とし込んでいくということを、こういう記事からですね、力を培っていきたいなというふうに感じます。そしてですね、2つ目の音読の記事については、1億人の未来図というですね、コラムというか記事かな、でタイトルは行き場失う20年後に処分限界というゴミ焼却場とかですね、埋め立て地に関する記事で、これも日常的に私たちが思うことなく無意識に排出しているゴミ問題について考えさせられる記事だったので、こちらを2つ目の音読の題材として今の社会情勢を学んでいきます。行き場失うゴミ問題で20年後には処分が限界という記事です、タイトルです。8月上旬、飲食店が並ぶ東京神田地区、午前8時半、千代田区の職員がゴミ収集作業を始めた。会社に向かう人々の間を縫い、街角に出された可燃のゴミ袋を清掃車に入れて回る。出されたゴミの分別の現状を知ろうと同行して作業を体験した。最高気温は35度、少し動くだけで汗が吹き出る。生ゴミが詰まった袋はずしりと重く、持ち上げるのも一苦労だ。汚れている段ボールも車に入れちゃってください。この日は資源の収集もあったため、段ボールやペットボトルも出ていたが、汚れがひどいものは可燃ゴミにするしかない。指導役の職員の判断を仰ぎながら段ボールも車に入れる。東京23区のリサイクル率は2022年度で 17% と全国平均 19.6% を下回る。小1時間かけて約80箇所の集積所を回ると、食品のプラスチック容器が混じるゴミ袋も目についた。分別はまだ改善の余地があると感じた。ゴミの減量やリサイクルの重要性が高まっている。可燃ゴミの焼却灰や不燃ゴミ、粗大ゴミを埋め立てる処分場の残りスペースが減っているからだ。環境省によると、家庭や事業所から出る一般廃棄物では、自治体が管理する処分場の残余容量は2022年度末で9666万平方立方メートル9666万立方メートル10年前から 14% 減った。今のペースで続けば、23.4年後ですから、今から 23.4 年後の、23年か24年後ということですね。2046年度には満杯になってしまう。ゴミが行き場を失い、街に溢れれば悲惨だ。悪臭を放つゴミ屋敷が増え、道端で大量発生したハエが家の中にも飛び交う。ネズミやゴキブリも繁殖してしまう。余力が残る他地域にゴミを運べば、経費増加でゴミ袋の有料化や値上げにつながる。満杯の見通しは現在の埋め立て量などがベースになっている。
人口が1億人を割る2050年代にかけてゴミの排出量が全国的に減る可能性は高い。様相が異なるのが東京だ。都の推計では23区の人口は2035年まで増え、2050年時点も現在並みになる。訪日外国人客も流入し、ゴミが減りにくい状況が続く。23区のゴミを埋め立てるため処分場を広げてきた東京湾には、船の航路確保のため拡張余地がなく、現在の処分場で最後となる。計画では50年以上先の満杯時期はゴミが増えれば早まる。満杯になれば他地域にゴミを運ばざるを得ず、東京と地方の押し付け合いになりかねない。人口が減る他方では土地に余裕ができ、処分場を作りやすくなるように思える。今も新設の動きはあるが簡単な話ではないと立教大学の藤井誠一郎准教授は指摘する。水源に近いと埋め立てが飲み水に影響しかねない。ゴミ運搬車の騒音など住民の合意もいる。現在の処分場の延命が現実的な対策だと話す。鍵は住民の協力だ。鹿児島県大崎町の分別は紙おむつなど28品目に上り、リサイクル率は2022年度で 84% と全国で最も高い。処分場の延命のため1998年に分別の強化を始めた。当時の住民説明会では瓶や缶を洗うのは面倒だと職員が叱られた。しかし450回以上に及んだ説明会が根気強く訴えた結果、分別が定着。埋め立てるゴミの量を以前より8割削減し、処分場の使用期間を60年以上延ばした。新技術の後押しも欠かせない。焼却灰をセメント原料などに再生する手法の拡大や、丸ごと食べられるゴミが出ない野菜や果物の開発に期待がかかる。東京大学初のベンチャー企業ファーブラは、コーヒーの抽出カスやみかんの皮を建材や雑貨に生まれ変わらせている。 PFU は人工知能 AI を使って瓶を色ごとに選別するシステムの販売を今年の春に始めた。瓶はリサイクル時に色ごとに分ける必要がある。選別の認識精度は 99.95% で、従来の人力以上の正確さが見込めるという。担い手が不足する収集の現場でも動きが出始めた。北海道室蘭市は作業効率化に向け、ゴミ集積場を減らす実証実験を2025年度に始める。小田急電鉄は清掃車の走行ルートを柔軟に設定し、効率収集できるシステムを2021年から自治体に提供する。街にゴミがあふれる未来にしないために知恵を絞る時だ。ということでですね、まさにゴミの問題、私たちの本当に身近で、一番身近と言ってもいい問題ですけれども、やはり買うときにはですね、金額ですとか、様々な点で頭を使って買うものもですね、捨てるときには案外何も考えずに捨ててしまったり、分別ですとか、それから捨て方とかですね、そういうことにまで気を配る機会が少ないかもしれないので、そういうこともですね、気をつけることによって、やはり私たち全体、地域全体、それから国も含めてですね、様々なところで塵も積もれば山となるような、そんな効率化ですとか、そういうこともあるかもしれないということが学べる機会となりました。これも利害得失と同じで、自分だけのことを考えていればですね、他の人は関係ないということになってしまいますけれども、それもですね、何でもかんでも自分が安請け合いをしてとかですね、自分だけが一生懸命やるということでもなく、やはりみんなで協力をして、少しずつみんなが少しずつ少しずつ地域のためとか周りのためということを考えることによって、それがまた全体に対していい効果を発揮していくということになるわけでしょうから、こういう記事もですね、私たちが何かを得るヒントとして、新聞記事からですね、得られるテーマ、ヒントというものも本当に多岐にわたるなというふうに感じました。ということで、今日は2024年令和6年の9月2日の月曜日、
今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日となりますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けていくことによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。